はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビジです。では今回は三国志14曹操でのプレイ続けやっていきたいと思います。ここまでですね、まあ董卓との戦いをまあほぼ制して、安定まで進行しています。こちらですね。で今回はですね、董卓亡き後、その後を継いで今君主についている董昊、これがこもっている漢中をですね、巨長ね、に攻略をさせていきます。で、我々はというとですね、ここに来て馬頭馬長軍が V から進出して、来ているという状態なので、一気にね馬頭馬長親子を倒していきたいというふうに思っています。では早速時間を進めていきましょう。まあ強力な敵ではあるものの、軍の数兵数で一気にね、押し込んでいければいいかなと思っています。使者が到着しました。金を貢いでくれるのであればその金受け取ろう。金はいくらあっても困らない。袁紹との仲もねすでに悪くはなってますけども、もう袁紹とまあ互角に、いや互角以上に戦うことができるという状態になっていると思いますので、もう袁紹とのね同盟を模索するということはやめます。袁紹の顔色を伺うのはもう終わりだと、まあそういうわけですね。聞いてください。さあでは軍を動かしましょう。おっと、とはいえ今出せる軍がいない。曹操はどこにいる？確認しよう。曹操は今どっかに行ってるな。この感じ。ああ。今安定に帰還中、帰還中の人間が帰還するまではちょっと我慢しましょう。であれば決済だけ行っておきまーすと言っても、その決済は微妙だな。上々だ。長領には逃げられるか。まあただここは逃がしておいても問題ないし、長領能力高いからね。統率98、武力94、魅力知力も70オーバー、80近いですね。長領はいずれ軍門に下ってもらうとしてだ。今は馬頭馬長軍を最優先にしましょう。曹操が帰還したら出陣していきます。兵の数は、まあ、約4万で出陣ということになりそうかな。報告いたします。では兵を出していきましょう。まあ、曹操をはじめ連携が効く武将で固めていく。ところかな。関寧、甲中、綺麗あたりは待機。曹操が撃破されると終わりなので、曹操が撃破されないようにだけはちょっと気をつけていきましょう。魚鱗の陣を中心に、そうだな、走行は。坊やの陣か、応援か、まあ魚鱗だな。ちょっと兵の数が少なく見えるのは気のせいじゃないよな。なんでだ。あ、花崗豚が突き抜けて兵をいっぱい用意してんだな。微妙な兵数で行くのもどうかっていうのはあるんだけどね。部隊数重視で行きましょう。占領しつつ、まあ、いざとなればね、他のところからいくらでも
兵をかき集めることはできますからね。ではここからね少し時間を進めていきます。内政も一緒にやっちゃいますね。わかった。はい、そしたらですね、まあ、こちらの動きを察したのか、馬頭馬長が出てきたので、これを野戦で一気に壊滅させていきましょう。まあ、できるかどうかというところも含めてですね。やったぞ。まずはどこで敵を迎え撃つことになるかだな。いや、もうこの曹操のもとにみんなが金を貢ぎに来てくれてるからね。動きとしてはどうなんだろうね。このまま行けば。ご確認ください。激突することになるな。できればね、敵の後ろをかく乱して、まあ、馬頭馬長強いので味方の損害少なく一気に V まで迫れる状態を作りたいですよね。やろう。少し足並みを揃えましょう。よって、出てきたな。ここで戦闘に至ると悪くないね。馬長だけちょっと切り離すことができたので、馬頭をまずは打ち滅ぼさんという流れかな。ご確認ください。心得た。よし、一気に馬頭その命もらい受けましょう。金を使って兵士も補充できるのだったらいくらでも金を使おうという感じかな今だとね。お、武将の数が、武将が本当に少ない。今出陣中というのはもちろんありますけど。達成いたしました。上々だ。来たな。使者が面会を望んでいます。馬長も参戦か。ただ少し遅かったんじゃないか。もう味方は集結しつつありますからね。来たね。そうそうそう、4人連携発動。そしたらちょっとここで一度士気を取り直しましょうか。報告いたします。このまま突進するとまずいことになると思うので。おお。馬長を攻撃する部隊と花公園の部隊が馬長、曹操は馬頭を撃破していく。任せる。で、部隊補充に足止め、混乱、士気の低下に全ての策略をまとめてお見舞いしてあげましょう。うまくいった、うまくいった。任務は成功だ。吉報をお持ちし、成功だ。当然だ。よし、撃破。
馬道撃破、馬長も撃破で、V に残った1万強だね。1万強、まあ到着する頃には1万5000ぐらいの兵に膨れ上がってそうですが、この1万5000の兵を蹴散らしましょう。報告いたします。ではルートは2つに分けます。花公園はいかがした。確実に占領しながら心得申した。進みましょう。ここに曹操の本体は一気に部位を目指す。たやすいことだ。あとはみんなの提案を受け入れておきましょう。こんなものだ。成功だ。ここでね、部位を完結させて兵士を、いや武将を補充したい。曹操に仕えてくれるかどうかというのはまた別問題ですけどね。そうしたら劉表との同盟は回復しておきましょうか。そしてこれ見ると降伏勧告が可能だな。よし、降伏してもらおうと思ったけど、もうすでに戦争状態になってる馬長馬頭親子はその限りではないということだね。先遣隊が V に到着。ちょっと一度戻った方がいいかな。あまりにも突出しすぎてる感があるからな。報告いたします。一度下げて。どうした？中継してまた攻撃するっていうね。なんかこれに意味があるのかっていう話なんですけど。あとは、漢中の方はどうなってる？あ、順調に迫ってるね。各家自ら8000の軍で出陣中。で、敵は？高順隊か。さて、どうしたものか。まあ、ここはただ任せておいていいでしょう。もう、董卓はいない。曹操がやられてね、万万が一捕らえられたりすると悲しいけどね。劉表は12ヶ月の同盟、まあいいか。本当は24ヶ月の同盟が欲しいですけどね。また1年後に更新するのも面倒なので。報告いたします。さて、そしたらこのまま力攻めでいいかな。何？馬頭と袁紹が同盟、左右から攻撃しようという構えなんだな。ちょっと立地を確認しておくとですね、袁紹がここですね、黄色いところで、馬頭が今攻めている左上ですね。なので、まあ東と西と両方に敵を持つということになってしまうんですが、 もちろん董卓亡き後にどうこう、まだここにいますけどね。まあ、ただもう曹操の領地はこれほどまでに大きくなっているので、仮に西に東にと囲まれてもそれは囲んだことにはもはやならないということですね。この先袁紹を滅ぼし、劉表は味方のまま孫権を打ち倒すと
いう流れかな。ゲームの流れ上はね。まずは、我々に背いた馬頭馬上を確実に。ここで叩き潰す。ただちょっと兵の数の不安があるな。曹操隊に兵の補充、加工トンにも補充で宴会もしておきましょう。こんなものだ。どうや、任務は成功だ。うまくいった。吉報をお持ちしました。兵糧的には大丈夫かな。急いで蹴りをつけたいな。兵糧ということを考えた場合は。聞いてください。まあ、ただここを無理にでも取っておけばもう、マップでいう北西にはね、左上にはもう部隊を置いておく必要性がなくなるので、そうなると、まあ、傭兵という意味では一気にやりやすくなりますね。軍を炎章の方に集中できるので、隊が壊滅が、味方の方は敵の士気部位を半分削ったね。兵の数も4000ほど削りましたね。呼ばれる。報告いたします。攻撃開始。終わらせよう。金も兵糧も心配だけど終わりだ。強いからね。ここまで来るともはや曹操軍の将兵たちはね、他国のトップクラスの人間と変わらない能力を持ってるやつで揃いますからね。各家、順位も優秀だし、武官文官ともに充実の極みですね。容赦するな。容赦するな。よし、これで V を攻略完了です。兵糧が心配でしたけど、まあ、なんとか力押しで確保できましたね。あとは武将がどれくらい我々になびいてくれるか。一通り全員を仲間にしたい。一括選択。いや本当に全体的な能力が、まあ、漏れなく高いところにいるなーっていう感じがしますね。平均してみんな強いっていうのがね、いいよね。ただどうなんだろうね、文官があまり充実してないのかな、こうやってみると。政治に長けた人物がいないのが、この馬頭馬長が滅んだ理由だな。6人の豊臣成功。他はじゃあ全員馬長もダメか。全員捕虜だ。聞いてください。特にここもね、後方撹乱しようかなという作戦を一度立案はしたものの、その実行する必要もなく V を攻略できましたね。ただこの先となるとまちょっと話別だよな。炎章打倒作戦となるとね、
炎章はそれこそ曹操と並び立つ勢力持ってるからね。もう敵はあとは孫権、劉表はもうこのまま放置でいいかな。あとは関中がどれくらいで落ちるか。ああもう時間の問題だね。兵の数がちょっと足りてないのかなって感じはするけど。どうした？この後巨長が9000で入ってくれればまあなんとかなるのかな。じゃあちょっとイベントだけ見て終わりにしていきましょう。主義経験2000はでかいな。これで波動レベルを上げやすくなりましたね。はい、というわけでじゃあ今回はここまでにさせていただいてですね、次回は炎章との戦いというのをねちょっと計画していきたいというふうに思っています。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。